おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はオクトパストラベラー2のメタスコアを中心に新作の話と、気になるリーク情報を確認していこう。新作の話はともかく、リーク情報は大丈夫なんか？しょっちゅう、ネット上であって期待感膨らましたりしたけど、ほんまに嬉しめのやつは実現してないのがほとんどやで。まあ、信じるも信じないもって話にはなるな。あと、ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムことティアキンでもリークというか情報が流出しているな。そっちは気になりまくりだけど、やや不穏。ネタバレに気をつけながらやっていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、オクトパストラベラーは2018年に発売された HD2D の名作 RPG となるな。歴史は浅いながらも、もはやスクエニを代表する名作だわ。ストラテジー要素も絶妙な難易度で楽しいし、メインストーリーやサブストーリーのバランスもいいわね。細かいところは口述するとして、RPG 好きの霊夢が十分に楽しめるシリーズの新作というところで。期待感マックス。まず、オクトパストラベラー2のメタスコアから確認していこうか。私は PS 版を買う予定であります。ほう、その理由は？まあ、単純にロード時間で言えば PS の方が優秀でしょ。グラ性能やパフォーマンスは HD2D であることも考えると、操作が出ないとは思うけど。カスカスになるまでやり込むつもりだからね。ここは利便性を取るわよ。任天堂スイッチは携帯できる利便性もあるがな。そこで悩むところではあるんだけどね。ちなみに体験版ではマップの切り替えでスイッチ版は2秒ぐらい。PS5 だとロードはほぼなかったわね。どちらもメリットはあるので、遊びたい人は自身の環境も考慮して検討してほしいな。それで早横道にそれてしまったが、メタスコアを見ていこう。動画編集時2月20日時点で PS5 版が86点、スイッチ版は84点となるな。点数だけ見るなら何の問題もなし。スイッチ版の方がレビューは多いので、精度はやや高めとなろうな。正直言ってレビュー全文の全てを確認したわけではないが、少なくとも総評においてほとんどレビューでゲーム内容を草してはいない。前作に魅力を感じた人は買って問題ないという評価で良いのね。まあ、初代が偉大すぎるという部分での評価とはなろうな。PS 版、スイッチ版のメタスコアは概要欄にリンクを貼っております。基本、Google 翻訳だとダイナミックなので、DeepL 翻訳がおすすめです。というわけで一部レビューを確認していこう。今回は DeepL で翻訳してみました。あんまり Google 様をディスるな。記憶とはおかしなものです。記憶というのは不思議なもので、自分の人生に対する認識を歪めてしまうことがありますし、自分の体験は必ずしも自分が記憶している通りにはなりません。しかし、記憶の具体的な内容が薄れても、その瞬間の感覚は残ります。オクトパストラベラー2は、そのような記憶の感覚を見事に捉えており、私がすぐに作り変えることのできるゲームではないだろう。やや指摘やな。今回もオクトパストラベラーとそのスタイルに魅了されたが、オリジナルから5年経った今、これほどの衝撃はないだろう。バトルはほとんど変わっておらず、この続編はオリジナルのシステムをあまり拡張することなく、少し忠実に再現しすぎている。特に 2D3D アートスタイルが定着してしまった今、相変わらずの美しいビジュアルが目立たなくなってしまった。とはいえ、戦闘システムの面白さは健在で、弱点をついたり、敵を気絶させたり、思いっきりぶっ放したりと、最適なアクションを考える楽しさは健在。賛否はあろうけど、変わらないことも大事。特に今のスクエニだとそれが一番大事。マンブラザーズバンド。スクエニは負けず、投げ出さず、逃げ出さず、我々は信じ抜くことが大事なのかな。何が大事かはスクエニが考えるとしても、JRPG ファンとして言いたいことは言っていきます。後で体験版での霊夢の感想は聞くとして、次のリークが言いにくくなるだろ。何何？ファイナルファンタジータクティクスがリマスターされるのではという噂が一部で盛り上がっているな。こっちもオリジナルをやり込んだ私としては気になるやつだけど、結構前にもその手のリークあったぞ。PSP 版の獅子戦争は買ったけど、PS のオリジナル版で完成されているしな。あの雷神様は性能ぶっ壊れだから、基本私は使用控えているけどね。ネタバレは控えたいところだが、作品を知らない人でも、最強の指導、とググればわかります。また話がそれたけど、リマスター話はマジなの？
シアトリズムファイナルバーラインのプロデューサーの狭間一郎氏がインタビューで、ゲームにタクティクスフランチャイズのキャラクターがほとんど含まれていない理由を聞かれた際に、タクティクスチームは忙しいと話したところからの推測となるな。このソースだけだと、思いっきり噂レベルやん。まあそうなんだが、ファンも非常に多いファイナルファンタジータクティクスだからな。タクティクス王がもリボーンとして現行機で遊べるのはありがたいお話ではあったけど。お話ではあったけど、こっちも手放しで褒めたたえられる作品では現状ない。趣味バフカードだけどな。ファイナルファンタジータクティクスもいらんことしないか不安でしょうがないわ。こっちも賛否はあるんだろうけど、私は酢豚にパイナップルは NG な人です。その例えは好きな人もいるからな。オクトパストラベラー2の感想ともつながるけど、現時点の宿営には過去の名作を扱うなら、マジでいらんことしない方がいいと往年のファンとして言っておきたい。一応、米印個人の感想です、と言っておこう。この手の話題となると語気が強くなるな。スクエア時代から両作 RPG と共に人生を謳歌してきたからね。まあ、ファイナルファンタジータクティクスのリマスターの件はあくまで噂レベルではあるので、今後のもっと信頼できる情報に期待しよう。頼むぞ、スクエに。で、オクトパストラベラー2の体験版の感想も聞いておこうか。無論、さらっとしかプレイできてないけど問題なし。確かに前作から大幅な進化があるわけではないと思うけど、戦闘面の楽しさやここから広がるボリューム感も期待感を高める。ボリュームはクリアまで60時間ほどあるようだな。コスパも含めてよし。どうだろうな。前作を楽しいと思った人なら問題ないが、このボリューム感を良しとするかは人によるところはあるな。どのプラットフォームでやるにしても体験版のプレイはおすすめします。最初にシステムに惹かれたなら購入すべきだと思います。まあ、慌てず検討していただければ幸いだ。早めに製品版もプレイしていろいろ語りたいと思います。というか、愚痴になるけど前作が PS でプレイできないってどうよ。ゲーパスからも前作は配信が2月で終了となるので、気になる人は早めにプレイしてほしいのぜ。ゲーパスはともかく、全プラットフォームで1も2もプレイできるようにしてください。技術的な問題は何もないはずです。まあ、細かい政治面は明確なソースがあればお伝えしていこう。あと、リーク情報が FF タクティクスで終わらないわよね。冒頭で言ったティアキンのリークがあるぞ。こちらはネタバレ注意もいいところだが、コレクターエディションに含まれるであろうアートブックの画像がリークされている。言うても数枚やろ。がっつり51枚。妄想ははかどるけど、さすがにこれやばくね。リンクは貼らないでおく。ネタバレも大いに含むのでプレイ前に見たくない人は要注意だ。私たちは法的に任天堂を敵に回したくありません。とはいえ、まだ150ページ以上はまだ世に出ていないことを考えると、まだまだ伸びしろはある。さすがに今回の情報を持っていろいろ語ることは控えるが、今回の情報流出はいろいろ問題になるかもな。セキュリティはしっかりした方がいいですよ、任天堂さん。とはいえ、ティアキンは片付けで買いたいので、アートブックは別売りしていただけると幸いです。我々はそれなりに見てしまったが、本当に前情報を入れたくない人は要注意だ。いずれ公式でもっと魅力的な情報出るだろうから、そっちを待ちましょう。あとは龍が如く維新、極みのメタスコアも出ているぞ。ほうほう。こちらは82点となっているな。こっちも全力出すつもりだから、早めに動画で紹介したいと思います。キャストも含めていろいろ語りたいところだわ。売り上げもどうなるかというところだな。このあたりはオリジナルと差は出ようけど、私たちとしては粛々と評価しながらアピールするまでよ。まあ、そっちは製品版を明日購入した感想を頼もうか。お財布事情的に先行アクセス可能なデラックス版は購入控えました。まあ、我々もただの一般ゲーマー。やたらめったには買えないぞ。毎週のように対策が発売されており、ゲーマーにとっては嬉しいやら勘弁してくれな時期となってしまったが、無駄にトレンドに乗ることを考えなければ、ゲームはそう簡単に腐らん。十分に検討した上でお願いしたいな。やたらめったに買うのは YouTuber に任せましょう。我々も一応 YouTuber だがな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。